東日本旅客鉄道 JR 東日本フーズ JR 東日本クロスステーション大船県1931年建設の大船県本社ビルカフェ茶飲み所大船県を併設株式会社大船県は神奈川県鎌倉市岡本にある弁当などの製造を行う食品会社である鎌倉市大船の大船駅を中心に JR 東日本の駅構内で駅弁の販売や駅そば店を営業する。創業者の富岡修造は大船駅が開業した1888年頃に大船へ移住して駅前で旅館を開業した。後に駅構内の弁当販売を発案し、1898年に販売許可を申請すると5月6日に許可され、5月16日に営業を開始した。 この年を大船県の始まりとしている。申請書は販売品目として弁当、寿司、茶、卵などが記載されていた。1899年に日本で初めて駅弁にサンドイッチを取り入れ、後年に定番商品となるサンドイッチ弁当を発売してサンドイッチが広く知られる。当初は輸入品を使用したハムを 自家製造すると公表を得て、1900年に関連事業として独立させて、鎌倉ハムの製造販売を行う鎌倉ハム、富岡商会を設立した。1913年4月に、漁港料理のアジの押し寿司を駅弁化して発売した。1931年3月に会社を株式会社となり、現在の本社事務所である、新社屋が落成する。対戦勃発までに、 シューマイの販売、小田急電鉄藤沢駅構内で営業、企業内食堂の受託など事業を手広くした。ありがとうございます。